栄えある2013年度ミス日本グランプリは、エントリーナンバー11番鈴木エリカさん。まだ夢の中にいるようで、あの放心状態のままですね。はい、でもとっても嬉しいです。私はもともと東京着物の女王というコンテストでグランプリをいただいて、1年間進行、着物の進行を深めていく中でたくさんのご縁とか経験をさせていただいて、もっとこんな経験がしたいと思って、こういう大きなミス日本というコンテストに挑戦しました。はい、私は先ほど述べたように着物のコンテストで賞を取っているので、着物については強いと自分の中で思っていたのですが、それを言葉にしようとすればするほど何か伝わらないようなもどかしさがありまして、それがとっても悔しかったので、一人で京都に1週間ほど着物修行に行きまして、なので今日は自信を持って着物を着てここに立つことができました。はい、先ほど述べた着物もですし、四季という素晴らしいものがある日本の良さを日本の方にはもちろん世界の人にも届けられるような、そんなミス日本になりたいです。はい、持ち前の明るさと笑顔でもう精一杯頑張りたいと思います。ジジイ.com ご覧の皆さん、応援よろしくお願いいたします。